前の時期は、鎌倉時代末期頃の武士、土豪。吉峰氏流前の氏の子孫であるともされる、前の事故の子。前の家五代目、当主前の時期は、当時の終わり国の土豪。前の家の当主、前の事故の着難として生まれる。父の時綱は、上級の乱で、後鳥羽上皇方について戦った、滝口宗康の子であったため、一応の罪人処分となっていたが、 当時の六原丹大に願い出て許され、時期と共に、終わり国には軍、前の村に戻る。前の村に戻ってからは、父と共に、終わり大輔中島の織長に仕え、軍馬を育成する馬塚下下となる。父の時綱は、吉峰氏流前の氏の子祖であるという説がある。前の氏は、関武天皇の子の吉峰安洋子祖とする吉峰氏の、系統で、 吉峰ミネタカの子である吉峰校長もしくは、その日孫でありこの時元の父である、前の事公が、終わり国は軍、前の村に移り住んで前のを名乗ったのが、始まりとされている。また吉峰ミネタカの娘は、平の清盛の父である、平の忠盛の妻であったとも言われ、高なりの娘と忠盛の間に、平忠盛を生んだ、ともされている。前の家文書、 武功やはによると時元は、後の関白、豊臣秀次付筆頭家老、前の昭右衛門長安や関ヶ原の戦いで、石田三成大戦法として戦った、前の兵庫女忠安の先祖でもある。ありがとうございます。